誰だこんな時間にさあ出てくるはい <laughs> 嵐くちょっとなんで閉めるんですか嵐く開けて待って今のあいつだよな嵐く えー、あのバカてめえ絶叫すんじゃねえよ近所迷惑だろうがだって嵐くんが閉めるからお前マジでソラだよなはい僕は霧島ソラですどうしてここにいるその荷物どうしたそもそもなんで泣いてんだ嵐くんえ、僕。 出てきたんです、はあここが横浜港。天井高くて綺麗ですね青森とは雰囲気違うキャラキャラすんなよ転ぶぞ大丈夫ですよ <laughs> 嵐くんはここに通ってるんだん そうだけど何なんか嬉しいです僕が知らない嵐くんの生活を覗き見しているみたいで <laughs> なんじゃそりゃ嵐んさっきから僕たち見られてません俺らは前回優勝してるしな二人でいたらそれは目立つだろういやそれは理解できるんですけどなんかもっと違う視線というかん 例えばあそこの女の子めちゃくちゃ嵐くんのこと見てませんほらほらあああの子ないつもあの辺から見てくるんだよほら、嵐くんと目があったらもっと顔が真っ赤になりましたよかなかなうマジだ、どうした熱でもあんのかはえちょっと、それ本気で言ってます 本気とはもうこの鈍感バカ男太陽出てこいやめましょうよねただいまお、あリクさんおお二人とも帰ってたか帰りにうまそうなケーキ屋見つけてさ買ってきたから飯のあとにみんなであ,あれ なんか、気まずい空気嵐、どうしたなんかあったかなんでもね俺、ちょっと外出てくるわえなんで嵐く<君>ん <laughs> めっちゃ怒ってたなちょっと、いろいろありまして 太陽とはいそうごめんね兄弟喧嘩に付き合わせてそんな僕は全然うん桐島君ケーキは好きはい好きですけどじゃあこれ一緒に食べようで何があったかゆっくり聞こうかなはい2週間お世話になりました ありがとううん俺もなんだかんだ楽しかったほらそろそろ時間だろ行けですねあそうだ最後にこれだけ渡しておきたくてはいどうぞなんだこれ <laughs> ラブレターですよああこんな熱い手紙もらったら お返事書かないわけにいかないですから <laughs> なん何でお前がそれ<笑><笑>探偵霧島空の底力ですバカか勝手に盗んだんだろまあそうとも言いますお前な僕宛ての手紙ですもんいいじゃないですかいつかは読むんだし渡そうかどうか迷ってたっつうのに迷わないでくださいよこんな素敵な手紙 読んでなかったら後悔ししてました本当にありがとう横浜に来て嵐君のことがもっともっと大好きになりました一生の思い出です